オスワルド・サンチェスはメキシコ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。クラブではメキシコ国内でのキャリアしかないものの代表での活躍により国際的な評価を得ている選手。2005年の FIFA フ・フコンフェデレーションズカップや2006年のドイツ W 杯ではスーパープレイを連発し、2005年コンフェデ杯ではブラジルを破る快挙に貢献した。 1993年の FIFA ワールドユースでレギュラーとしてプレーし、その後アトランタオリンピック予選でもゴールを守ったが、本大会では監督がオーバーエージ枠を使ってホルヘカンポスを招集したため出場機会はなかった。結果としてチームは準々決勝でナイジェリアに敗れた。さらには1998年のフランス W 杯についてもカンポスの控えに回った。 2002年の日韓 W 杯ではついに正キーパーとなるかと思われたが、監督の交代とともにセカンドキーパーだったオスカル・ペレスにその座を明け渡した。大会後にはレギュラーを奪還し、4度目の大舞台となる2006年のドイツ W 杯にて念願の正ゴールキーパーの座を手にした。柔軟な体と反射神経、経験からくる判断力と、 キーパーに必要な要素をしっかりと持っている。ドイツ W 杯では、ラファエル・マルケスと共にチームを引っ張った。ドイツ W 杯の直前に、彼の勇士を観戦に、ドイツを訪れる予定だった父親が、心臓発作で死去し、メキシコに緊急帰国した。当初は、初戦のイラン戦の出場が危ぶまれていたが、彼は、父の葬儀が終わるとすぐに、ドイツへと舞い戻り、 何事もなかったかのように初戦でプレーした。この試合に勝利した瞬間、状況を知るチームメイト全員が彼の元へと駆け寄り、サンチェスの健闘を称え、冥福をピッチ上で祈った。ありがとうございます。